構成三浦構成、お前、何やってんだよ。は？構成、お前、ラジオ日経賞のシリウスコルト、一体どうしちゃったんだよ。構成、完璧な騎乗だったじゃん。構成、京阪での51キロの名勝夜空の吉田豊がバチボコに飛ばすと踏んでの1枠1番からうまく立ち回る競馬。同じ客室。逃げて結果を残していた戸崎啓太のセットアップや西塚浩二の皆で踊は先行争いをして最下位と執着惨敗。構成、三浦構成、お前の判断は何も間違っていない。先行争いをシリウスコルトにさせずに開幕週の馬場を再打ち追走。フルゲートに満たない12頭立ての競馬だし、福島のスパイラルカーブをうまく利用しての直線抜け出し。100点満点の騎乗じゃないか？構成？なのにどうして最後の直線で大外からのオフトレイル強襲で頭差2着停なんてしてんだよ。嘘だろお前。勝ってる競馬じゃん。悲しい。もうね、競馬ゆっくりの大本命として思い描いていた最高の競馬だったのに。本命シリウスコルト。対抗ウィンマクシマムで本命タンク2本命対抗のワイド3点勝負。副賞250円バックで、50円の取り紙ですね。構成、三浦構成、お前そういうところだぞ。は？なんでお前が G1 未勝利でダービージョッキーという奇跡の存在になったのかよくわかるよ。構成、ここは勝たないとダメだろ。おう、もうね、構成には何も提案ないよ。ここまで素晴らしい騎乗で負けるんだから。天運なんかの何かが構成には足りない。そういう風にしか考えられないよ。悲しい。ちなみに、勝ったオフトレイルの父の名前は、ファーらしいぞ。は？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は少し遅れたけど2024年のラジオ日経賞の回顧動画をやっていくわよ。おう。先週の競馬ゆっくりは西では北九州記念は銀行レース7尾で決まりと動画を作って、東ではラジオ日経賞はシリウスコルト鉄板馬券やバチコリ確定やとダブルでウィニングラン動画を作っといて、両方外すと、おかしい。こんなことは許されない。いやいや、現実を見ようよ。これはひどい。北九州記念は天気から開幕週の馬場読み、展開読みが全て外れたからさ。しょうがないけど、ラジオ日経賞はすべてきちんと当たってるのに負けてんだよな。はぁ、どういうことなの？レース回顧の前に競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース回顧、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。ってことで、ラジオ日経賞の回顧をやっていくけど、お前だよお前ふざけんなよな。は？構成じゃないよ豊かだよ吉田豊かと名勝夜空。お前らぶっ飛ばしすぎだろうが、2波論目のラップが 10.7 秒で1000メートル通過が 58.4 秒。これはこの時期の3歳ならかなり速いペースだし。クラシックトライアルでクラシックへの切符から脱落した馬の集まりではこのペースはかなり効いたわね。おう、しかもそこからゴールまでの上がり4波論が 11.9 秒。11.5 秒、11.7 秒、11.8 秒と全然緩むことのないラップ。このペースだと強い馬しか残らない重賞ペースということができる。そうなると、シリウスコルトを差し切ったオフトレイルはかなり強いってこと？競馬ゆっくり的にオフトレイルは強いというよりも適性が噛み合った勝利だと考えているわね。どういうことなの？この馬は白百合ステークスに出走するまでずっとマイルを走ってきたような馬だったし、やってきた競馬はキレを生かすための競馬、それを一息で走れない中距離の白百合ステークスではマイルとペースの違いもあったのか先行して2着。この路線変更はアーリントンカップの6着で NHK マイルカップが難しかったというところでもあるのだが、でもそれなら、スプリントの青いステークスでもよかったわよね。おそらく、一勝クラスのメンバーのキレ勝負なら問題ないけど、
重賞クラスの馬とやったらこの馬のキレはマイルでは平凡だったからっていうのがこの選択の理由ね。アーリントンカップでは同じところにいたディスペランツァが上がり 32.4 秒で1着。チャンネルトンネルが 32.5 秒で3着。最高峰待機のワールズエンドが 32.1 秒で4着。一方オフトレイルは道中8番手で上がりは 32.8 秒の6着。この上がりは2番手を先行した2着アレンジャーの 32.9 秒とそんな変わらない。つまり、これを見ると世代のマイルオープンから重賞だとキレも足りないし、追走していく力も足りないから。そういう意味での路線変更で中距離路線に舵を切ったわけね。そういうこと。やっぱり短距離路線は最初に使うか、しまいに使うかは変わるけど、圧倒的な加速力とキレが必要になるからね。オフトレイルにはその能力が一勝クラスまでは上位だったんだけど、って感じね。でも、今回のラジオ日経賞で来た理由はどういうものなの？まず、作戦で後方待機したのが良かったけど、これは決め打ち騎乗ではあるから、ハマらなかったらどうしようもない。名将夜空がブンブン飛ばしてくれたから。ってことね。じゃないとこのレースは絶対にシリウスコルトが勝ってたもん。シリウスコルトと三浦恒星に落ち度は一個もない。最高の競馬をしたからね。それを鉄板の本命で勝って外す競馬ゆっくりという生き物は一体。やめろやめろ。まあ、オフトレイルとしては展開が向いたし、こういうマイルみたいなペースが緩まない一息で進むようなペースはマイル経験があったオフトレイルには向いたし、最高峰待機なら最初の1ハロンは感情に入れなくていいからね。そう考えるとオフトレイルはマイルの競馬をして一息で走ったとも言えるわけね。おう。でも、シリウスコルトとオフトレイルは同じ56キロだし、この馬は今後かなり期待できるんじゃないの？競馬ゆっくりはそんなに未来は明るくないと思うけどね。はあ、どういうことなの？だって、大外回ったのもあるけど、マイルっぽい競馬でシリウスコルトと上がりが 34.2 秒と 34.5 秒と 0.3 秒差しかないし、いくら展開が向いてもこれだとなぁ。って面はあるわね。つまり、息の入るような中距離の競馬だったらこういうことにはならないわけね。それに結局これで上がり 34.2 秒ってマイルや短距離なら切れ負けする上がりだし、そうなるとこのくらいの距離でいつも後方待機してペース上がるのを待つワンチャン馬になる未来しかないのよね。勝ってここまで言われるのか？オフトレイルの狙い目は人気薄でハイペース必死の重賞などのレベルの高い中距離、できれば内が荒れている状態での直線一気なんてのが一番可能性あるわね。おう。オープンでもペースが緩みやすいリステッドはオフトレイルにとっては地獄ってわけね。そういうことね。で、競馬ゆっくりの本命、2着のシリウスコルトだけど、いい競馬をしたし、勝ってる競馬なんだけどね。おう。このペースで上がり 34.5 秒はいいけど、スパイラルカーブの開幕周を再打ち回した結果だし、そういう意味で厳しい結果ね。この馬は中山や福島を狙い撃ちして使ってくる馬だし、コーナーで加速できて内をビタビタに走る操縦性がグッとね。決めてはないけど持続力はありそうね。だから直線の長い競馬場は向かないだろうし、立ち回りで勝負できる小回りのトリッキーな競馬場なら活躍できるけど、この馬もオフトレイルと同様走る条件が限られる馬なのかも。できれば内枠で内の芝がいい状態で逃げたり先行できるのがいいんだけど、今回みたいな競馬もできる。個人的には小馬になってから中途半端なリステッドの競馬で活躍できそうなのはオフトレイルよりもこっちかなって思うわね。客室的にもそうだし、ある程度足も使えるしね。おう。セントライト記念なんかに出てきたらちょっと抑えておきたい馬ね。3着のヤマニンアドホックは予想外の構想。この馬はこのペースで上がり 34.9 秒で前で追走できるなら菊花賞路線は面白いかも。長距離走れるならワンチャン出世しそうな馬ね。おう。シリウスコルトも長距離走れて、札幌の2600メートルなんかのコーナーがたくさんあるレースなら躍動しそうだけど、この馬もそのタイプかもね。そうね。
特に山人アドホックはゆっくり立ち上げてる馬だし、長距離適性があれば、という期待が膨らむ馬ね。この夏、北海道の2勝クラスの長距離戦に出て適性を確かめてほしいわね。楽しみね。4着の名勝夜空は完全に JRA のハンデキャッパーのミスね。通過短距離だったり、この時期の3歳の牝馬特典の金量マイナス2キロは1キロなんかに見直されているところもあるし、51キロはなぁ。それにこの馬アネモネステークス3着でしょ。リステッド構想視点の21勝クラス勝ってないからってここまで軽ハンデにするか。ハンデキャッパーは草でも吸ってんのか。はこの馬が51キロではしゃいじゃったからガンガン行っちゃってレースが荒れちゃったじゃん。シリウスコルトが勝ってたのにさぁ。おぉ、この馬は今後こういうレースしかできなくなるだろうからオープンではもう見ないかなぁ。と思うわね。夏のハンデ戦でラッキーパンチで勝つ馬じゃないかしらね。辛辣ねぇ。問題は名勝夜空の逃げを捉えられなかった5着以下の馬よ。さすがに開幕週だといえど、このペースで逃げた馬を捉えられないのは能力的にどうなの？って感想ね。おぉ。以上で大体買い越し終わったけど、気になる馬はいるの？7着のウィンマクシマムだけど調子が悪いなら出すなよ。ペース的に追走が難しかったのかな？ここで調子が悪くても目立つ競馬はしてくれないと菊花賞路線は難しそうだし次は買えないかな。おう、10着のミナデオロだけど、前走はオフトレイルの前を走ってた馬がここまで負けるのは面白い現象ね。それくらいペース追走能力やレースの適性で結果が変わる証拠ね。この馬は中距離っぽいレースになれば見限れないし、実はコバリステッドの緩い流れならオフトレイルよりも出世しそうな感じはするけどね。今回は流れがとにかく向かなかったと？そうね。経過観察は必要。見限れないと思うわ。おぉ、アレグロブリランテは後方待機でいいとこなしの11着。スプリングステークス組はレベル低いからね。で、問題がセットアップの再開。これはさすがに58キロはひどいわね。まあ、敗因は2歳重傷。特に夏の重傷の勝者は信用してはいけないというものなんだろうけど、賞金も安いし、メンバーが揃ってないし、別定戦では優遇措置のある2歳重傷に58キロは JRA のハンデキャッパーが狂っているという証拠だと思うわね。セットアップ自体はデクラレーションオブゴー3区だし、札幌や函館で雨が降ったらバチコリ来ることもあるだろうし、ダートも面白い。王道路線は難しいけどローカルスターなら道はあるんじゃないかしらね。おぉ、以上でラジオ日経賞の開講を終えていくけど、本当に悔しい。悔しい。前回もバチコリ当てていたのに。どうして？どうして？本当に勘弁してくれよ。リステッド3着が51キロってハンデキャッパーは何考えてんだよ。まだお怒りねえ。でもどうしてこのレースの解雇だけ遅れたの？マージでこの結果がショックで寝込んでいたんだよ。無理やり北九州記念の動画作ってそれからやる気が起きなかったんだよなぁ。完全に外れると未練はないけど、完全に予想通りで結果だけ違うとショックが大きいやつね。構成三浦構成お前そういうところだぞ。やめろ、構成は完璧だったじゃん。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。